おい上村、おいなあ、教えてくれよ。お前はドームで俺に勝って、昨日は俺に勝って何を得た？見えるか高井さん。おい、そこにあるベルトが、本来ならな、俺とお前はあのベルトをかけて戦わなくちゃいけねえんだよ。言ってることわかるよな。このまま無意味な戦いを続けてても何も生まれない。だから次の札幌は完全決着といこう。おい、俺は次のお前とのシングルマッチでこの髪をかけてやる。敗者髪切りマッチで。なあ上村、お前の覚悟を聞かせてくれよ。面白いこと言いますね。両手に突きつけました。俺はお前の髪なんて興味ねえ。でも逃げる理由もねえ。次の札幌、お前の髪と俺の髪の毛をかけて髪切りデスマッチだ。おお、マジか。なんと髪をかけての一騎打ち。いやいやいや、上村は海外遠征に行ってから一度も髪を切っていないと語っていましたが、その髪をかけての戦いです。藤井選手も挑発に関してはかなりこだわりを持っている選手なので、ね。だってあの双子のお兄ちゃんも同じ髪型ですもんね。そうですよね。去年の8月 G1 クライマックスの中で双子のお兄さんがこのリングに登場する場面がありました。うわー、面白いこと提案しますね。ロスインゴと、そしてジャストファイブガイズのシングルマッチ、5対5のシングルマッチ組まれています。内藤と真田はチャンピオンベルトがかかっています。そして辻と上村は髪の毛をかけることがどうやらこれは2人の間で合意したようです。まあね、その髪をかけるということが、ね、お互いのアイデンティティをかけるということでもあるので、はい、非常に重い意味を持つ試合になりますよね。これ敗れた方はアイデンティティを喪失するという形になるわけですね。新日本でのカウェジェラ戦は過去に、最近でいうと後藤博樹選手と鈴木稔選手が、ネバー無差別級で敗者髪切りをやりましたよね。東京ドームですね、はいはい、それ以来ですかね。いやでもこれ勝ち抜き戦の今日の戦いを経て、それぞれの札幌でのシングルマッチがちょっと俄然期待感が上がってきましたね。これそうですね。おい高田君、そしてワールドで中継を見てる新日本プロレスファンのみんな、このままじゃいけない。新日本プロレスはこのままじゃいけない。俺はそう思ってんだ。俺はこのリングでやりたいことがたくさんある。ただそれを実行するには、内藤さん、あんたの持ってるそのベルトが必要だ。すぐにとは言わない。まずは上村を倒して、正攻法で結果を残して、あんたの目の前に挑戦者として立ってやる。その時までちゃんと防衛しといてくれよな。俺が
このリングに帰ってきてから時代は俺のものだ。新日本プロレスが上がるも下がるも全ては俺次第だ。あえてこの言葉を自分自身に投げかけたい。覚悟はいいか。新日本プロレスの頂点を俺が取ってやるよ。悔しい。髪の毛とか、そんなんじゃねえ。この10人タッグであいつに取られるのもすげえ悔しい。10人タッグじゃねえ、今日はシングルだ。くそ、札幌を見てろ。取り返してやる。対抗戦負けてすごい悔しいんですけども、札幌で俺も負けたら後はないので勝ちに行きます。さあ今日待てだ。まあ今日は団体戦勝ち抜き戦ね。まあいろいろ俺も提案させてもらったけど、次は個人個人の戦いが待ってるから、まあ今日はね、まあ団体戦で悔しい思いしたから個人個人必ず結果出してね、俺ら勝ち越し、いや全部答えですよ。もらうようにやるよ高木。まあいいよ、俺らには別に何もかけるもの何もないけどな、いろんなものかかってるつもりでやってるから。まあもうちょっと札幌まであるんで、まだまだ倒します。英語射撃するつもりだったけどよ、クソの役にも足らなかった。だけど今日は俺は武士とは全く触れてねえ。武士、同期にあっさり負けちまったな。昨日も言った通り、誰も注目してねえこのカード。だけど俺には負けねえ理由があんだよ。必ずお前には踏み台になってもらうから。団体戦は負けだったかもしれないけど、今日俺はヒロム、お前と十分にやり合えることを示したつもりだ。なあ、あと5秒、あと10秒あったら俺の勝ちだったんじゃないのか。おい梅村、俺がかけるって言った、この髪の毛をかけるって言った意味分かってんのか。この髪は俺のアイデンティティ、ジーンブラストの象徴だ。その覚悟お前にも伝わってるだろう。完全決着だ、札幌で俺とお前のストーリーどうなるか楽しみにしているよ。いや素晴らしい、ヨータ素晴らしい勝利だよ。ヨータと上村は髪の毛をかけるのか、ナイトとサラダはタイトルをかけて IWGP 世界ビーか。タイチ俺たちは何をかけるよ。まあ別に何もかけなくてもいいけどよ。おい俺は今日2試合やってんだ。おい高田やって大しちゃった。タイチ、おい俺の方が働いてるの、お前ほぼ五分だったじゃねえか。おい札幌で、おい地元の、おい札幌でお前負けるんだったね。おいお前は坊主だよね。タカミチョクと同じ髪型にしてこいよ。いいね、ヨータ様のマイク素晴らしいね。 LIG 本来の姿だと思うよ。そう、一人一人ここの戦い、それでこそ俺は LIG だと思ってる。いいね、
熱いよ、ああいうの大好きだ。ああ、俺はどうした、2試合目の同期を10分以内に仕留められないとは、これは予想外だ。どうしようかな、ホルヘさんクラッチ、そうホルヘさんクラッチだけを警戒してるだけじゃ同期お前には勝てないみたいだ。ああどうしようかな、ああ、あれを使うか、あれを使うか。まあ、今日の勝ち抜き戦に関して言えば残念だったよ、高木主力と絡むこともなかったしね、もう本人はどっちが勝とうがどうしようもない、シングルなんて意味ないなんて昨日言ってたけどさ、俺はそうは思わないけどね、むしろ踏み台光栄じゃないの、嬉しいよ、あの世界に、世界を渡り歩いた高道の子に踏み台になってもらうって言われたんだからね、逆に俺が踏み台にして勝って札幌で結果を残してやるよ。今日は先方としてリングに立ち、そして真田と10分引き分け、もちろん10分間で勝つことができなかったことは悔しい、でももしこれがじゃあタイトルマッチだったら時間切れ引き分けっていうのはチャンピオンの防衛なわけで、要するに俺の勝ちってことでしょ。このまま行くと札幌でも俺が防衛しまうよ、なんか東京ドームもそうだったけど不安要素が全くないんだよね、普段マイナス思考な俺だけど、でも不安要素が全く見当たらない、逆にそれが不安だよ。それにしても上村輝いて見えたよ、ジャストファイブガイズの中で一番輝いて見えたよ、でもそれ以上に輝いて見えたのはヨウトだね、間違いなくヨウトだよ。リング上で言ってたようにヨウタもこのベルトを狙ってんだろ、俺から取りたいんだろ、いつかタイトルマッチで迎え合えるその日を俺はすごく楽しみにしてるよ。何も反応しない、何も言葉に出さない、真田なんかよりもいつか訪れるであろう辻陽太とのタイトルマッチが今からめちゃめちゃ楽しみだぜ、カブラン。